瀬戸康史の動画。はい、ということで瀬戸康史でございます。今日は久々にこのリビングで撮影しています。後ろ見てくださいね。今年の頭からもうずっと断捨離してね、もう綺麗に片付いた素敵なリビングです。はい、すいません、ちょっとまだごちゃごちゃしてるんですよ。でね、商品紹介 YouTuber あるあるとしてですね、やっぱね、基本的にね、気になるものはね、何でももうポコポコ買うのよ。その代わりね、その負の側面としてですね、Amazon ができるっていうね。Amazon じゃなくて Amazon がね、こう、Amazon で買ったものが山のように積み上がってるポイントができてしまうんですよ、お家の中で。でね、最近ね、俺ね、しずえさんに言われてんの。もうさ、これさ、いつになったら紹介するのって言われてる箱があって、もういつ開けんの、これ開けなきゃダメだよね、いつ開けんの、ずっといつ開けんの、今って、ずっと開けて開けてって言われてるのがあって、もう観念して、もう今日開けますということで、いきますよ。ここに一気に出します。せーの、ふいっ、あ、見えない。はい、これです。でかいのよ。これ何だと思いますか？これ分からないと思うけど、これはいつ買ったかというと、去年の7月に、Amazon プライム。ね、Amazon プライムデーか。Amazon プライムデーっていうのありますよね。あれで買いました。はい。日本にね、これ限定500個しかないらしい。これでピンときた人も天才だと思う。限定500個しかない、もう超レアアイテム。買ったのよ。でもなんか買ったんだけど、まあ俺が動画出さなくなったりとかわかんないけど、まあいろいろあって、まあそこから出さずに終わってしまったやつなんですよ。でもこれ非常に貴重なものですから、今日はちょっと開けていきたいと思います。瀬戸康史の動画。ピーン、はい、ちょっと俺を見ない、見ずに開けるわ。はい、はい、ちょっと手触り、あー、はい、ビニール入ってるね。さあ、瀬戸康史が買ったものは何なのか。せーの、なんじゃおれ、じゃがりこのリュックサックだ。これええやん、これインパクトすごいよ。これですよ、これ買ったのよ、じゃがりこの巨大バッグ。結構さ、意外とこれクオリティ高い。なんかね、このね、布の部分がすごい分厚くて、布っていうかこれ、え、ちょ、開けてみる、オープンだよ、これ、オープン、開けてみようぜ。これいいや、クオリティすごいんだけど、あれ、これいくらしたっけな、結構高かったと思う。こちらのバッグ、24,800円でございます。いや、高えわ。高えわ。いや、でもカルビーさん分かってる、24,800円、お客さんから取ってるだけあってね、クオリティもこの辺のね、後ろメッシュになってて、結構ちゃんと担げるやつになってる。そこもこう、なんつうのかな、こうごついさ、こういうやつ。はい、じゃあ開けてみましょう。この中何入ってると思いますか？いきますよ、せーの、ドン、じゃじゃーん、じゃがりこいっぱい、じゃがりこ24個付きです。これ段になってんだ、ちゃんと。ほら、下に段ボールの段があるの見える？仕切りが入って、全部で3段で入ってます。はい、一回これ閉じて、で、こうして、ほら、見て、え、すごない？こんなことできんだ。これじゃがりこマスターじゃん、これ。これ外歩いてたらやばいやつだ、完全にこれ。あ、じゃがりこ食べます？じゃがりこ食べます？はい、どうぞみたいな。あ、だからここって、あれ違う、これサラダとサラダだからダメなんだ、これ。で、こういけるか、これね、じゃがバターとサラダ、サラダ行きたいとき、じゃがバター行きたいとき、こうポリポリいけるってね。はい、こういうやつなんですけど、はい、まあ大体差し付いてる方は いますよね、うん。僕いつ買ったって言いましたっけ、これ。去年の7月にね、こちらのリュック買ったんですよ。で、リュックはいいんだけど、しずえさんが早く開けろってなんで俺に言ってたかっていうとですね、こちら、賞味期限が2018年10月の4日でした。
というわけでして、僕的にはね、まあこれね、いつでもさ出してさネタにできるやつだからずっと撮っといてさ、出したいタイミングで出そうと思ってたんだけど、しずえさんにこれじゃがりこ入ってるからって言われて、あ、そっか、賞味期限あるわっていうことに最近気づきまして、こういうことになってしまいました。はい、ということでこれさ7ヶ月以上こう過ぎてるんだけど、これ食えるかな、ちょっと匂い嗅いでみようかな匂いだけ、だいたいさ食べ物って匂いだから、その腐ってるかどうかとかもさ匂いで分かるもんだから、ちょっと行ってみるわ。じゃあ7ヶ月過ぎたじゃがりこ行ってみます。せーの、あ、なんかねやっぱりじゃがりこの、あ、美味しそうなじゃがりこの匂いっていう風味を失われてるような気はする。味がだからね落ちるってだけだから、ちょっと食べてみようかな。ちょっとマウスピッツ外して7ヶ月過ぎてじゃがりこちょっと食べて俺判断したいと思います。いきます。これなんか匂いがに、サクサク感あるけど、やっぱでも美味しさは確実に落ちると思う。じゃがりこのサラダってもっと美味しいはずだもん。芋の味がするけど、この芋の味が逆に心配。生の芋を食べてるような感じじゃん、じゃがりこって。うん、その分大丈夫かなっていう。一応保存料とかは入ってるよね。コメント欄でいただいたアドバイスを参考にして、まあ食べるかどうか決めさせていただきます。はい、でまあ最悪っていうか、まあ多分まあ全部ごめんなさいっていう形になってしまうと思います。まあそれは俺がずっと開けなかったせいなんです。本当にすいません、カルビーさん、うん、皆さんすいません。はい、というわけで今回紹介したのは、去年の7月に Amazon プライムデーで購入した限定500個のじゃがりこ巨大バッグでございました。クオリティは非常に高くて24,800 円もしたけど非常に満足しております。ただこれどこで担げばいいのか非常に難しい問題がつきまといますが、そのことについては今は考えずに、とりあえずまあね、インテリアみたいな感じでね、背景に置いとくだけでも非常にいい感じになるので、俺はこれのまま持っていこうと思います。じゃがりこはごめんなさい。ということで以上することでございました。じゃあの、じゃがりーの、じゃのりこ。このバッグね、じゃがりこ全部出してみて今気づいたんだけど、見てください中、ででーん、はい、じゃがりこが入ってる感じが出てるっていうね、じゃがりこの海になってます。じゃがりーの